ゆなです。ピンクラテ TV 始まるよー。イエーイ。はい、今日の企画は自粛中のゆなの一日ルーティンです。イエーイ。それではどうぞ。はい、今は朝の8時です。まず起きたら顔を洗ってきます。はい、洗ってきました。じゃあまずは朝のスキンケアからやっていきます。はい、スキンケア終わりました。じゃあ次は朝ごはんを食べます。はい、では朝ごはんを食べます。いつもはちょっと下で食べてるんですけど、今日はちょっと特別に上に持ってきてもらいました。いただきます。まずはご飯にお味噌汁と、あと目玉焼きとウインナーとオレンジです。いつもの組み合わせ食べます。結構朝起きてちょっと洗って、まあ軽くスキンケアしたら、いつもご飯食べながらむくみとか取るマッサージをしてます。朝起きたら絶対むくむので。じゃあ最後にオレンジ食べます。朝って感じ。はい、ということで朝ごはん以上です。ごちそうさまでした。じゃあ次はちょっと歯磨きして、お化粧してお着替えをします。はい、では歯磨きをしてきました。今からメイクします。ご風景をどうぞ。で、一応さっきのスキンケアがハトムギ化粧水をプチュシュシュってやって、パパパってやって、でその後に皮膚科でもらったお薬を塗ってます。あんまり朝はベタつかないようにしてて、さっぱりするようにしています。皆さん、あったんですよ、ダイソーに。もうずっと探してて、どこにあるんだろうとか、もうないのかなとか思ってたら、この前行ったらあったんですよ。よいしょ、で、メイク完成です。じゃあ今から着替えてきますね。はい、着替えました。まず上のね、最近の気に入ってるやつで、下がパンツにしました。ハイウエストでシュッっていうパンツを合わせました。全体のコーデはこんな感じです。はい、メイクとお着替えが完了しました。次は朝なので勉強します。どうぞ。はい、じゃあ勉強していきます。だいたいいつも準備して朝の、その後に4時間か2時間ぐらい勉強時間を設けていて、その他にもたまに暇な時勉強するんですけど、だいたいこの時間に勉強しています。今はちょっと自分の携帯で撮ってるからできないんですけど、いつもは YouTube の再生リストを作ってるんですけど、それを聞きながら勉強をしています。周りになんか音があるとすごい集中できるので。じゃあまず数学からやります。今日のノルマ達成しました。皆さんも勉強できてますか？課題とかね、まだ終わってないよって人も一緒に頑張ってやりましょう。じゃあ次はお昼ご飯なので、今からねお昼ご飯の材料を買っていきます。じゃあ行ってきます。じゃーん、買ってきました。皆さん何作るかわかりますか？正解はふわふわパンケーキを作ります。作ってみたいと思います。
きます。完成です。はい、ゆな特製メレンゲふわふわパンケーキです。ふわふわかどうかは置いといて、美味しそうですね。イエーイ。ちょっと長引いちゃったんですけど、美味しそうに作れました。皆さんもぜひ作ってみてください。じゃあ食べていきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。で、いつもなら外でね、サイクリングとか走ったりとか縄跳びとかね、するんだけど、雨なんです今日。ってことで、何やろうと思ってさっきちょっと考えてたら、スイッチあるやんと思って、スイッチをね、今からやります。30分っていうルールがあるので30分間やりますね。いやー、ちょっと本当に下手くそなんですよ。私いつも5位とか8位とかなんで、ちょっとここでレベルを上げます。グランプリやろうかな。これで頑張って力をつけます。何にしよう、この子にしよう、何にしようかな。ここにします。ベルカップ。あんまいつもやらないから。え、待って、早くない？そんな早かったっけ？ねえ、もうちょっとだった今。もうちょっとで絶対1取れたもん。どこ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 。はい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 、勝った勝った勝った。ええー、やばいやばいやばい。取りました。はい、28個当てました。合計よし、そろそろ30分経ったと思うので終わりにします。楽しかったし、1位も取れたし、バトルでめっちゃやったし、最高に楽しかった。じゃあゲーム終了です。はい、今からはお菓子タイムです。果汁グミを食べたいと思います。これよく食べるんですよね。果汁グミを食べながら、絶対見ながらちょっとゴロゴロダラダラってしたいと思います。いただきます。はい、ということで、おはようございます。ベッドで雑誌とか見てゴロゴロしてたら寝ちゃいました。よくあるんですよ、私。なんか、ゴロゴロしてると、どんどん眠くなってきちゃって、寝ちゃいました。ってことで、ちょっと寝てたら、時間が今、7時半過ぎぐらいなのかな？もうそろそろ、夜ご飯の時間なので、食べていきたいと思います。ということで、リナの今日の夜ご飯は、こちらです。じゃじゃん。サラダです。今日はね、お昼にパンケーキを食べたので、サラダをね、夜ご飯に食べていきたいと思います。結構サラダは夜に友達といっぱい食べるから、お昼はサラダとか、お昼食べちゃったから夜はサラダとかっていう風にしています。ということで食べます。いただきます。はい、ということで夜ご飯食べてきました。ということで、今日はいっぱい食べたので、少しだけ筋トレをやります。はい、こんな感じです。まあ、今日は全然説明もせずに、いつもバーってやってるやつをやったんですけど、毎日だいたい朝起きた後と夜お風呂入る前にやっています。ということで、汗もかいたのでお風呂入ってきます。はい、ということでお風呂上がってきました。じゃあ今からはスキンケアをやっていきます。はい、じゃあまずはさっきお風呂上がりにやったんですけど、これがまずアベンウォーターをね、お風呂上がってすぐプシューってやります。でもやったんで、今日はパックをします。こんな感じでパックをつけ
ます。そしたら、最近ちょっとやり始めた、ジュラをやります。はい、バックの時間とストレッチを終了しました。流します。そしたら、余ったやつでね、こうやって、締めていきます。で、パックが終わったら、こちらのね、無印の化粧水と乳液を使います。よいしょ。最後にいつも塗ってるワセリンです。これはゆらりちゃんからクリスマスプレゼント交換の時にゆらりちゃんからもらったやつです。で、次、ボディクリーム塗ります。使うのがこちらです。レモの葉ローション。汗もとか肌荒れに効くやつです。塗っていきます。はい、以上でございます。次はヘアケアをやっていきます。よいしょよいしょ。こう絡まりやすいとかっていう子はつらみしてから寝るといいと思います。はい、こんな感じで。以上で私のね、夜に寝る前のスキンケアが終わりました。ということで、ちょっと眠くなるまでゴロゴロしまーす。弱ってしまったってことでね、もう寝ることもないので、そろそろ遅いし、寝たいと思います。皆さん、ゆなの一日はどうだったでしょうか？皆さんのね、やってることとか、一日のルーティーンはコメント欄でね、また教えてくだされば嬉しいです。ということで、もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知、オン！よろしくお願いします。バイバーイ。